はい、皆さんこんにちは、こんばんは、江戸セポネです。はい、首都セポネでございます。はい、新企画ということで、100円が、どこまで増えるのか、どこまで増えるのかってやつですよ。はい、もう何回やったか覚えてないぐらいって言いましたけど、はい、まあ、実質多分これが動画になったら3回目です。3回目になりますね。はい、もう1回やって味を占めてと、9万円になったけど、前回の動画見たことない人はぜひ概要欄から見てくれ。そして実は1個だけ皆さんに伝えなくちゃいけないことがある。はい、何ですか？これ今日2回目なんだそれ言うんだそう、あの実は1回目1レース目、はい、1頭かけて、はい、外しました。外しました。はい、ということで今回もやっていこうと思いますよ。はい、今回の神企画、はい、なんと新企画、100円どこまで増えるか。イエーイ。で、今回の買い目は1単勝です。はい、あ、やばい、あ、いや、逃げれる、逃げれそうだ、逃げれそう、ブロックブロック、あ、でも焦っ、頑張って、焦っちゃう、ダメだ、くっ、いや、いけた、いけた、いけた、あ、ダメだ、あーあーあー、ボートレースつまんない。100円が0円になりましたっていう動画になっちゃった、なりそうだったからまあ、とりあえず取り直そう、取り直そうということで、2レース3レースを兼して今4レースになります。はい、さてと、で今回も100円で1頭を購入しておりますと。はい、でこれも当たったら確か 4,5 倍ついてたんで、まあ 悪くないけど、まあ普通、でまだ B1 の選手だからちょっと怖いんだけど、宮野原さんがいるからね。そう、でまた不快な感じがするんだよね。めっちゃ天井動く、天井っていうかスタート動くよ、ね、みんなルーキーシリーズだから、ほら、ほら、あの決起さん関係ね、遠慮がない、先輩がいないから、はい、うん、血気盛んくる。はい、スタートした、頼むよ。1、普通に逃げて、ボートレースでは普通だよ。うっ、いや、うっ、あっ、あー、うん、行ったでしょ。どうだどうだどうだ、逃げて逃げて、大丈夫だろ、切れて切れて切れて、大丈夫だよね、大丈夫だよね、宮野原ぐらい、あーダメだー、あー切れた切れた切れた、はい、はい、大丈夫です、はい、これは大丈夫だろ、多分大丈夫、多分大丈夫だよ、 ここ勝負よ、あーやばい、先回しないで、大丈夫大丈夫、はい大丈夫、はいはい、あー、はい、もう大丈夫、もう大丈夫です、はい大丈夫です、はい、もう何が起こっても大丈夫です。あー、あー、よかった、単勝はここでもう終了と、とりあえずクリア、単勝はもうこうなったら勝ちなんで、うん、基本的には、あと単独旋回ですから、うん、ノープレッシャーの単独旋回なんだから、いや怖いなちょっとあー大丈夫だ、誰が来てる、まあでも大丈夫だ、うん、大丈夫、それはいいよ、なんかあれだね、もう意外と単勝も楽しいね、うん、いやでもなんか感覚としては、あれセイントセイヤのジェネラルバトルの1戦目をクリアしたみたいな感じ、まだここからだから、うん、ここから、そうそう、まだ次もあるしみたいな、6分の1だけどね、結構辛い辛い辛いセイントセイヤ、辛いセイントセイヤ、裏ロブもいいとこでしょ、うん、これ怖いな、なんかちょっと怖い、ちょっと怖いな、安心ではない、安心感のない1号艇だなだから5倍とかつくんだよ、4倍とか、ね、これ何倍だっけな、単勝で5倍ついたら割とついてる方だよ、ね、結構ついてる、結構ついてる、前回だって単勝で1000円とかついたからね、よくあれ取ったよね、あ考えると、あ、オッケーオッケー、これが単勝だと4倍だ、4.4倍、あ、まあ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 、はい、だけしゃん400円になりましたね、はい、100円がまずは400円になりました、はい、よし、だって世の中で生きてて100円が400円になることある、ないよね、ボートレースみんなやろうこういうことを説明して、あ、あの写真判定だけどどうでもいいから関係ないから、はい、以上です、以上です。はい、第2戦目ですね、はい、第2戦目で、今回は買い目は全部、まあ今回単勝で今行かせてもらいました、はい、3、5、6、おもう2分の1で当たるね、これね、そうそう、2分の1当たるんだけどこれ大丈夫、鳥紙なんじゃないの、いや鳥紙はない、ないんだ、ないない、半分買って鳥紙ない、そう、これが人気薄のとこ買ったんでしょ、まあそうだね、あ、でもなんかね、あの佐藤さんが F2 持ちなんですよ、はいはいはい、でまあギリありそうなところでも全部当たっても500円とか600円とかそんなもんよ、
だ数百円浮くかなみたいなね、まあ、2、300円みたいな、だもうちょっと増やそうみたいな感じ、はい、まあ時間かけてね、そうそうそう、今回増やしていこうやと。ただね、陰が逃げた瞬間に終わる、終わるんだ、うん、そう、1以外のなんだっけ、 3と5と6、3と5と6ね、うん、3だろうな、5と6はねえなまあ6は、あ、でも大まくりしないといけないのかこれ、うん、結構スリットが慌ただしくならないと難しいよ。3か5か6だよ。で2は B1 だから多分ね。あ、5いった。よし、いけ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 、よし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 、叩き切れる。いやー切れない、1残ったな。いや、あー逆に怖 い、逆に怖い。え、大丈夫大丈夫、なんか違うの来た。4、あ、でも5だ、まくり出したろ。大丈夫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 、マジか、5か。よし、いや待て、4かもしんない。あ、大丈夫だ。はい、完璧。これ結構いいんじゃないの。いや、あの500円とかです、これ。あ、これでも500円。全部500円とかだった。マジで、うん、全部5、600円とか。だから2とか4だったら B1 が勝ったのに10倍とかなんだけど。いや、いいね。そして単勝はやっぱり相変わらずもう終わってほしいと思う。終わってほしい、うん、でも今回は結構安全な。そうだね、ちょっともう一回オズ見るよ、はい、これ3かな、 5.2倍、 5.2倍、ああだから休めた、あ、休めじゃねえな、まあ2番目ぐらいに安い。加藤さんが勝ったら6倍、 6.6 倍とかだったんだけど、はい、これな、ちなみに3連単だと いくらだ、341、じゃあ541、結構ついてるから、350倍だから全然違う。やっぱ紐までは予想できないんだもんね。あ、4が絡んだから、4が絡んだからクソ高かったっていう、うん、まあまあまあ、ダンケシェーン、何百円かダンケシェーン。はい、続いて同じく住之江の第6レースと、うん、ですね、はい、ついに2連単で買いました。はい、ちょっと単勝はそろそろ、はい、あの飽きちゃったんで。飽きちゃったね。でもこれはね、ありそうだよ。これが1441の折り返しを折り返しで、万が一4がまくり切っちゃったり、まくり出しちゃった時の怖いから、保険の4号も買って、ね、うん、全然あると思います、うん、佐々木寛太選手強いから、そうついていけるんじゃないの。佐々木寛太選手ね、まあ当たり前なんだけど、デビューした頃は髪の毛なかったのにさ、うん、伸びてきたよね。伸びてきたね、うんうん、散髪に行こう、うん、そう、前さ、そのボートレーサーの方とお話しした時さ、はいはいはい、あのデビューしたての頃の B2 の選手、うん、みんなやっぱ黒いっていうふうに表現してて、はい、で年季が経ってくるとみんな輝いてくるみたいな写真がね、はいはいはい、うん、最初はちょっと田舎っぽい感じから始まる。そう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 、だから佐々木寛太選手もあのいろんなことを得て今髪の毛を生やし、うん、でもこの写真いいよね。いいね、この写真のこう遍歴みたいな、なんか集めたいよね峰竜太選手のなんか出走表写真展示展、あ、展示会とか行きたい。4枚ぐらいで終わると思う、はい、1441、いや、あるよ14は全然。いや14は全然あると思うんだけど、ただ怖いのがね、あのあれなんだよ、 F1 持ちだからちゃんとスタート決めれるか。あ、2が遅れた。3が壁になってる。ただ4がいけるか、4がいけるか、3が邪魔、3が邪魔だな。3がまくりれば差し回りだ。おお、まくり出した。あー、届かない。くー、1、2っぽいな、1、2っぽいな。よっ、うん、あー、ダメだ。1、2、いや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 、あー、でも5もあるぞ、5もある。いや、だから4、1号は関係ない、1号関係ない、1、4じゃないともう無理、ここからいける。 A1 どうする、 A1 でしょ、どうする。んな、飲み込まれた、飲み込まれた。いやー、1、2、まあ2連単、1、2か、まあ、1、2、それはちょっと読めなかったな。全然1、2なんかついてないだろう。おっ、つけまい。いやー、届かないか。いや、まだ分からないよ、まだ分からん、分からんだ。あれ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 、間に合ったけどな、どうだろう。全然ある、全然ある。もう一回つけまい食らわすしかない。次、展開的にどうだ。近藤さん、どうする、どうする、刺す、まくる、難しいよここ。あー、後手に回った。あ、でも刺せたから、あ、でも刺せてるから、ここはあるよ展開的には。でもモーターが伸びない。いや、
あるよあるよ、全然ある全然ある。 あるな、あ、いけたんじゃないこれ。ある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 、先に回れるだろう。先に回ったら勝てる。刺させんな刺させんな。あ、刺された刺された。くーしつこいな。いや、あ、あー、よし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 、切れるだろうこれ。いや、でもいいも突っ込んでくる。あ、よし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 、お願いお願い、綺麗に回ったら勝ち。いや、これいったこれいった、大丈夫、これは大丈夫。綺麗だね今のいいターン、これは大丈夫。あ、ちょっと膨らんだな。ちょっと怖いちょっと怖い、お願い。え、いや、いけるだろう、いけるいけるいける、いって、いや、いったでしょ、大丈夫大丈夫。多分今声で押したもん。いや、お前の声、俺の声量で押した。お前の声どうでもいい、声で結構こう空気がさ動くじゃん。ちょっと音って空気で、静かに写真判定してるんだけど、この写真判定は重要な。音は空気で伝達するので、あの、行くんですよこう空気を。この写真判定は超重要。何、ま、なんかさっきも写真判定とかなかった、まあ、さっきは単勝だったからどうでもいいんだよ。いや大丈夫でしょ今パッと見、大丈夫だ、多分大げさ大げさ、多分大丈夫だと思う。早く住之江さんねえ、1-4でしょ。こういうパチンコあるような。よーし、危ない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 、よし終わった。お見事です。あれ、白芸攻略で、あか、うん、ぶち抜いた。ぶち抜いた。次、うん、2投目をぶち抜いた。2投目。まだ長い。1投1投で一気一遊しすぎおじさん。はい、ということで、住之江の第7レース、おっとまた動いた？関選手が動いてきたよ。もう今日すごいね。え、どうなるどうなる、ちょっと教えて、早く教えて、どういう進入するの。あー、どうなった、うん、どうなの。1号だね。1号の4が微妙な位置に、4が分かんない。あ、一応解明は4号の16、クソ絞りだね。うん、お金ないからね、うん、クソ絞り船券、初めての3連単、はい、これね、永田選手、じゃあ本当本来は4と5、要は永田選手と関選手がダッシュにいるから、まあ、永田選手が攻めて5も行ってみたいな、ね、5も行ってみたいな、で万が一の折り返しがあり得るからみたいな感じで勝ったんだけど、これ 5-4 大丈夫かな、ちょっと微妙になってきた、ね、うん、こうなるとちょっと際どい。実力でいけば、まあ、まあ、まあ4号頭だなんだろうけど、お金ないと本当あれだよね、その実力通りに買っちゃうんだよね。まあ、そうそうそう、勝負できないからね。そう、勝負できるお金だから軍資金が全てだと私は申し上げてるように、やっぱ政治資金っていうのは大切なんだよね。4-5、4-5、16、資金パーティーでもやろうかな。6余計だったな、この侵入体系だと。確かにね。いや俺だから4ダッシュ勢で決まる可能性があったから6も買ったんだけど、どうだい。とりあえずインが続く。はいはいはい、はい、これダッシュだね。でも壁できてんじゃないかこれ、絶妙に。ああ、でも5はいった。あ、そう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 、それで54あるよ、54ある、54だ。よしよし、54ただ、6か1、そうか、6か1か。ああもう大丈夫だ、6じゃないこれ、6だね。いや2とかなんない。2はあかん、2はあかん。でも1的には6の方が、いや怖い、2が怖い、2が怖い。1か6だろ、2が怖い、1だろ。よし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 、1だ。ああもう大丈夫、はいはい、もうできた、完璧だ。はい大丈夫です、これは大丈夫です、これ完璧だね、超上手。ああ全然予想と違うけど全然予想と違うけど、今単勝含めて3連続的中です。ああすごいね、食えるな、食えるね。あ、やっぱみんな単勝から始めるのが重要だよ。確かに3連単なんてね、もう無理しすぎ。もう3連単買ったけどね。まずはほら単勝2連単からコツコツ貯めてって、それで遊ぶお金を作ってから3連単で遊ばないといけない。確かにね。ごめん、諸君忙しいで、ごめん、オッズ見ていい？いいですよ。でこれ、いやでもね、そんな高くなかったんだよ。うん、もう実力通りだったから、17倍だ。あ、でも結構低いね。うん、17倍、541。まあ、関は行くと思われてたから。まあ、関パイセンはね。G1 覇者ですか、覇者ですか、はい、関選手この優しそうな顔で攻めっ気がある感じがちょっとゾクッとくるよね。このやっぱルーキーシリーズではやっぱ群を抜いているでしょう。そうだね、うん、ま
まあ、優勝しそうだよね、本当。はい、はい、お上手。はい、ダンケシェン、17倍。よし。よし。よし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 。ああ、気持ちいい。やっと増えてきた。あ、やっと。やっとなんかこう出玉感が。ずっとベルしか弾いてなかった。そうそうそう。はい、ということでね、お金持ちの人とエドセポネでございま す。はい。このままなんか全部当てれそうな気しない？なんか。なんか乗ってる時はね。うん。で、今回の解明が。ここ難しかったんだよ。あ、まあね、実際でもなんか今の俺らならいけそうな気がする、はい、で今回の買い目が、はい、1331の折り返しの3着26、はい、また絞りました、はい。まあなぜ絞ってるかっていうと、また振り出しに戻った時だるいっていうことだよね。まあそうだね、うん、まあ、できるだけ、はい、あれをやろうと、はい、お金は残した上で行こうと、うん、行こうっていうところなんだけど、はい、まあ、椎名さんは絡むだろうっていう。まあ絡む、うん、で、まあ、1-3だと思うよ俺は、うん、俺は最悪よれての3-1で、これね、しかもなんか絞ったけど、まあオッズそんなにって感じ。だから安いところでしょ。だからもう確率の高いところに書いてる感じだ。そう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 。まあ、でもさすがになんか5号艇の佐々木選手が来ないじゃん。 F1 持ち出しで4号艇の鈴木選手も F2 でしょ。来なさそうだとこだから、まあ切れるとこが多いっていう意味では良かったんだけど。そうだね、まあ今日の隅は結構お金持って帰ってくださいみたいなスタンスなんだろうね、うん、イベント日みたいな、イベント日みたいな7のつく日みたいな感じ。なるほどね、うん、いいな隅の上さん、俺ちょっと好きだな、ファンになりそうだな。で一応遅れてねえか。はい、ちょっと危ないな。まあでもこれ陰決着だろう。普通に。うわっ、うわっ、出してきた。あ、うわっ、最悪。これ終わったんじゃないか。しかもなんか2かかってるし。何 ?16 って、16って何 ?16 は無理だよ。てか椎名さんどこ行った、うん、無理無理、頑張って頑張って、いいよいいよ。うわー、くー、決して絡めるような位置ではない。なんとかなんない、ここから頑張って。いや、これ6と2で喧嘩すれば、ね、喧嘩すれば、まだある、まだ喧嘩するほど焦ってるか、うん、あー、でもこの喧嘩の仕方は安全なんだよな。あ、あー、まあ2は越せるかもしれないけど、あー、無理だ無理だね。いや、まだある、まだある、お願い。いや、OK、無理か、無理だな。どっちかが飛べば3着までは入れるかもしれないけどね。でもこれ結局、あ、無理だね。はい、終了しました。はい、大移動しました。はい、大移動しました。大移動というか女王変更だね。持ちメダルで、そうそう、はい、隅の絵の、まあ、ちょっと外れちゃって流れが悪いってことで丸亀にして、しかも準優勝戦、はい、これはちょっとねやってみたかったところだった。そうだね。で今回何を買ったかというと、勝負に出ました。はい、156でもあると思いますよ僕は、うん、156全、うん、オールイン、まあ、そこだけが俺は気になったけど、ね、いや、あのね、散々なんかメダルは残した上でみたいなこと言ってたけど、いや気づいたけど、いやいや、ね、気づいたけど、なんかねちまちまやってもこれ多分20連くらいかかんじゃねえかなと思ったら。 いいね、そういう企画なんでしょこれは。ちまちまやってでもあのいくら増えんだっていう、そうことを検証したかったんだけど、うん、でね、156どれが来てもそこそこ高かったはずなんだよ。まあまあまあ、基本みんなこの前の4手で決着するという予想が、まあ俺もそうなると思うんだけど、いや準優勝戦だから、準優勝戦だからね、そう、それなりにやってくるんじゃないか。でしかも、ね、山本さんが F 持ってるから、まあこれがどう、もしかしワンチャンみたいな感じ でまくり合いになるんじゃないかなと思うんだよね。あ、まあね、そうすると飛ぶで56みたいな絵はやや描けてはいる、うん、まあ、大前提としてまず1は逃げてほしい。そうね、そこがないともどうしようもないから、うん、福田さん逃げなかった瞬間に私怒る。うわ、大丈夫か、逃げはするだろう。いや、これまくり合いになるはず。いやー厳しい、ほらやっぱまくりに行くでしょ4も。いやー厳しい、でまくり合い叩くまではいい。よし、止め、いや厳しい、フライフライ、よーしよーし、よーし、いや5、1まであるぞ。
いないな、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、さすがに切れる。よし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 、やった言ったろ、言ったろ。え、ほっとお願い。いや、56になれ、56になれ、さらに。そっちの方が高いでしょ。よし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 、超えた超えた、2にはな、あーあ、大丈夫、ちょっと怖い怖い怖い。これ一番良くないのか、喧嘩しての。うん、いや、6来てもいいんだよ。あ、そうかそうか。でもこれはね、大丈夫だと思う。シュシュして、お願いお願いお願い、本当お願い。6が変に邪魔しなければ、酒井さん頑張って、6が邪魔しなければ大丈夫。酒井さん頑張って、よし大丈夫大丈夫、よーし、よし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 、超えた超えた。ちょ、オッズ見ていい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 。1515、そんなじゃないか。1515、今何分からん、4になりそう。4か2です。1515で79倍、1512で58倍。いいよ、結構でかい。で、何枚入れてるか分かんないけど、でも2枚以上絶対入ってる。2枚以上入れてる。でも2000円を振り分けてるから、なんか2枚入れてた気がする。154だったら、いや、ある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 。でも全部ほぼ1万円以上の払い出しがあったから。ほら、シト君オールインして正解だったろ。正解です。何お前さ、いや、俺はみたいな、納得いかないとか言っておきだ。納得いってます。やったー、来ました、やったよ。いや、これはいいよ、これは食えるよ。ダンクシュー、危ない、ダンクシュー、素晴らしい。それで1の5、6で当てるのはね、気持ちいいんだよ。本戦屋出身としてはね、この156が一番のね、穴なんですよ。これでいいね、今日は終わりで。いや、1万5000円になったっていうのでいいんじゃない。いや、シト君、前回思い出してください。僕らは9万円までいきました。いやいやいや、前回だって満州ちゃんだったじゃん。行こう、地獄の淵まで。いやいや、準優勝戦、はい、第10レース丸亀。本当にないと思うけどね。1221の前。いや、もうまあ1221は納得でしょ。いや、21はいらないかなと思ったけど、俺は万が一のよ。まだ123とかで1000だったら、いや、俺12だと思うよ。で、15,800円、はい、オールインしました。はい、振り分け見てないけどね、よく入れたよね、これ全部。これ負けても80円残ります、うん、あ、残るの、うん、ってことは20円負けだ。120円負けだね。120円負けだ。あ、ごめん、嘘だ、最初はなかった。あ、そうか、20円負けです。まあ、そう考えると気持ちがちょっと楽になってきたけど、でも1万5000円を失うんだっていう気持ちをちょっとまだ、いや、俺は失…いや、怖えー。この企画良くないよね。なんか勝ってもさ、この間は勝ったからいいけどさ、今回も勝つんだよ、しとくん。こうやってお金がなくなって面白いところ、21来たらクソやべえことになるからね。21いらないもんだって。人間だよ、こんなの。ほら、2なんか全然いってないじゃないかよ。まあいいよ、12でいい。いや、いや、いや、大丈夫、12はある。やばい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 。あー、4くんだ。やばい、あ、大丈夫、4がまくりか。あ、21あるな。21ある。いや、いや、ちょっと待って、ちょ、どちら、1、いらっしゃって。ちょっと違うやつ来たよ。違うよ、26は赤、黄色と緑のカポックが来たよ。いや、本当のやつ来た、本当。あ、でもいい、いける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 。1とー、あー、ちょっと待てよ、ないな。いや、なんか展開次第で、あ、お願い、お願い、展開次第で、お願い。よしよし、いけいけいけ、先回り先回り、スパスパスパ、あー、ダメだ、あー、流れた、あー、流れた、あー、1万5000円がなくなってきた。1万5000円が、だからこんなんかけなくてよかったんだよ、マジで。1万5000円でよかったんだよ、やるとしても。これ、ああ、ああ、もったいないな、あ、うん、あー、やっちゃった、あー、やっちゃった。
これはやっちゃったよ。あー一番でもね16はね、16 26はかね変えないかもしれないな。どちらにえこれ何倍これ分かるこれ割と高いよ多分ね。ちょ見てやっしょ、うん、これ多分君島さんでしょこれ。これ26 何倍ですか。400倍ぐらいそりゃ変えねえよ、うん、そりゃ変えねえわ。それは変えねえよ。なんで丸亀に移動したんだよ。はいはい、ということでね、いくらになりました100円は。あの1万5000円あったんですよ。はいはい、今いくらになったのって聞いてんの。なんかよくわかんないっす。80円になったね、100円が。あとで40円返す半分、はい、うん、うん、お金返して。次回こうご期待です。頑張る。お金はねそう簡単に増えないから、みんな働こう。働いた方がいい。お金は簡単には増えない。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるので、そっちもチェックしてね。ではまた。